い、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。今日はですね、一人会になります。普段であれば隣でインタビューさせていただく方がいて、まあその方がどういう体験をしてきたのかみたいなところをお話をお伺いするような動画になってるんですけれども、まあたまには一人会っていうところで、まあ僕が語る会もあってもいいのかなっていうところで、今日は一人会でやらせてもらおうかなって思ってます。今日じゃあ何をお話ししようかなと思った時に、まあそもそもグローカルってなんで立ち上げようと思ったのかなみたいなところをついにお話ししようかなと思ってます。今ですね、 YouTube 見られてる方とかって、なんでグローカル立ち上げたんだろうみたいなところを気になっている方もいらっしゃるかもと思うんですけれども、そもそもですね、私がグローカルっていうのを立ち上げようと思ったきっかけっていうのは、国際協力を身近なものにしたい、皆さんの身近なものにしていきたいっていうところをベースに、このグローカルっていうのを立ち上げてますと。で、なんでそういうふうに考えたかっていうところで言うと、まあ、大きく分けて2つございます。まあ、まず1つ目っていうところに関しては、私がですね、2015年から2018年にかけて、重点的に国際協力に対して携わらせてもらってたんですけれども、大学卒業したのが2015年で、そこから JICA 海外協力隊に行ったんですが、国際協力って何やってるか僕分かんなかったんですよね。で、分かんなかった時に、国際協力のことを調べようとしたら、まあ、やっぱり JICA のホームページに行ったりだとか、国連のホームページに行ったりだとか、それこそ NGO のホームページに行ったりだとか、もう本当たまにブログに行って、アフリカの状況ってこんなんなんだみたいなところを行ったりだとか、まあ、そういった形で情報を取得してたんですよ。でもこれって視点を変えるとおかしいなと思ってまして、自分が情報が欲しいのに自分から情報を探しに行く、それも一つではなくて数多くのところから情報を取りに行くって相当業務効率悪いなって僕思ってたんですよね。で、一方で経済ニュースとか、いわゆる IT とかロボットのニュースであれば、それに特化したキュレーションサイトってあるんですよ。例えば IT であれば IT のテクノロジーに特化したキュレーションサイトであったりだとか、あとはロボットであればロボットに特化した、こういうロボットがあります、こういうロボットがありますみたいな、そのロボットに関係するようなニュースがまとまっているようなキュレーションサイトがあったりだとか、そういったのがあったんですよね。でも国際協力ではなかったんですよ。で、それって僕としてはいろんなところに行かないと情報がね集まらないっていう状態を解決することができれば、国際協力っていうのはより身近なものになっていくんじゃないかなっていうところもありますし、そもそも国際協力に興味があれば、ここのサイトに行けば全部情報が入るよみたいなところにすれば、それこそ業務効率良くなるんじゃないかなとも思ったんで、まずそういった形で情報が集約できるようなサービスを作ろうと思って、グローカルの立ち上げをしようかなっていうふうに考えてましたと。で、もう一点っていうところに関してで言うと、僕ですね、2015年から18年までは、国際協力に従事をしてたんですけれども、2018年からはコンサルティング業に移りましたんで、基本的には国際協力と関係性はなかったんですよ。で、そういった時に、例えばコンサルティング業界の同僚とかと話をしますと、で、なおはどこ行ってたんだみたいなところも言われるんですけど、まあ、その時にアフリカとか行ってたよみたいな。でもアフリカって、例えばアフリカでミスターネリカって呼ばれてるようなつぶいたつしさんっていうすごく有名な方がいらっしゃるんですけど、まあ、そういった方をね、コンサルティング業界の同僚に言ったら、いやもう全然知らないよみたいな、誰それみたいな感じで言ってたんですよね。で、そうなった時に僕はすごく感じたのが、あ、国際協力ってもともと国際協力の業界に入ってたからすごく流し入れてるだけで、国際協力以外の業界に行ってしまうと国際協力の情報って全然回ってないんだなっていうところを感じたんですね。なので、そういった課題を解決するためには何が必要かなと思ったら、やっぱり国際協力の情報を国内でちゃんと発信していくことが大事なんじゃないかなっていうふうに考えていまして、とした時にニュースサイトだけではダメですと。なので、実際に活躍されている方、活躍されてきた方の生の声をこの動画で発信していくことで、国際協力のことをより知ってもらおう、でかつ興味を持ってもらおうっていうところを目的にして、グローカルっていうのを立ち上げたっていうのがありますと。なので、まとめると、まあ情報が散在していてすごく業務効率悪かったんで、それを一つにまとめたらいいんじゃないっていう考え方と、あと国際協力の情報っていうのを全然知らない人たちが多かったんで、国内で国際協力の情報を発信していこうっていうところを目的に、グローカルっていうサービスを立ち上げました。グローカルのサービスっていうところは大きく分けて3つありまして、まずグローカルのアプリですよね。で、アプリは何をしているかでいうと、ホームページだったりだとか、国際協力の業界に入ってるようなサイトから情報を引っ張ってきて、その情報をそのアプリを見れば全部わかるよみたいなところをしているっていうのがアプリですね。で、 YouTube っていう観点でいくと、ニュースを提供しているだけだとそんなにインパクトないと。ただニュースに関連して、じゃあ国際協力に興味を持った時に次に起こすアクションって何かなと思ったら、じゃあ国
際協力で活躍してる人ってどんな人たちなんだろうみたいな感じなんですよね。じゃあその動画を YouTube で発信したらいいんじゃないかっていうところでグローカルのチャンネルを作りましたと。まあ、とはいえそもそも国際協力に興味がない人たちは国際協力のチャンネルとか国際協力の情報を集約したからといって使われないじゃないですか。なので国際協力っていうのをもう少しランク下げして、海外には皆さん行ったこともあるし、海外だったら面白いなっていうところがあって、まあ、いわゆる海外あるあるネタっていうのを4コマ漫画にして、それをインスタグラムで流しているっていうのがグローカルのインスタグラムで、ね、やってるような内容なんですね。なのでそれぞれによって目的は違います。国際協力に興味がないような人たち、興味を持ってもらうためにしているサービスはインスタグラムであるあるネタみたいなのを面白おかしく書いて、あ、海外って面白いよねやっぱっていうところからグローカルの YouTube チャンネルに飛んでもらうような動線を張っていて、 YouTube は国際協力でどういう活動をしているのか、どういうことをしてこられたのかみたいなところを実際生の声を発信していくことで、あ、自分にもできるんだなとか思ったりだとか、あ、自分もバックグラウンドこの人と近いから自分もこういうことやってみようかなっていうところの動機づけにしていきたいなっていうふうに考えてるんですね。じゃあその国際協力に興味を持ってアクションを起こして、じゃあ実際海外に行くことになりました、でも国際協力の情報は知っていきたいですって形になった時に、グローカルのアプリっていうのを使っていただいて、ここに行けば日本語も英語のニュースも国際協力に関係するような情報っていうのがそこに詰められてるんで、それを活用してくださいみたいな形で繋がってるんですよね。でそういった形でグローカルっていうのを立ち上げましたっていうところになってますと。でじゃあ誰に見てもらいたいかなっていうふうに考えた時に、大きく分けて僕は2つございますと。特に YouTube に関してでお伝えすると、まず見ていただきたいのは国際協力に興味を持ってるけどアクションを起こせてない人、自分には国際協力なんて無理かもしれない、でも興味はあんだよねって思ってる人たちにぜひこの動画を見ていただきたいなって思ってますし、ぜひ紹介をしていただきたいなって思ってます。なぜかというと国際協力ってなんかすごい無償で途上国の人たちにいろんな支援をしてるんでしょうとか、援助をしてるんでしょう、頑張ってるんでしょうみたいな声とかあるんですけど、実際そんなことなくって、そんなに人間うまくできてないですし、国際協力って本当に身近なところでもできるものなんですよ。例えばコンビニで募金をするっていうのも国際協力かもしれないし、そもそもこの動画を見ていただいてるだけでも国際協力のことに興味があるんで、もう国際協力に携わってるもんなんですよ。なんで国際協力のハードルっていうのはそんなに高くないっていうところから、自分でもできるんだっていうところも含めてアクションにつなげていただきたいんですよね。そういったところも含めて興味を持ってるけどアクションできてないっていう人たちにぜひ見ていただきたいなと思ってます。でもう一つは地方の中高生、まあ、小学生でもいいです、学生の方にぜひ見ていただきたいです ね。何を言ってるかで言うと、僕実は岐阜県関市出身ってど田舎なんですよ。ど田舎で僕が高校までいた時に一番何を感じたかで言うと、海外っていうところとすごく距離があったんですよね。昔を振り返った時に、今この東京で収集できる情報が昔僕が高校とか大学生の時とか中学生の時とかに持っていたら、自分の人生って大きく変わってたんじゃないかなって思ってるんですよ。なのでそういった方に対してぜひ見ていただきたいなって思ってます。地方であっても都会であっても同じ小学生ですし、そこに環境要因で入ってくる情報のレベルが違うっていうのはすごくネガティブなことなんじゃないかなって僕は思ってまして、ただ今 YouTube っていうプラットフォームがあるんで、今この動画を出しているのも地方の学生の方にぜひ見ていただきたいって僕は思ってるんです。この動画を見ていただいて自分が国際協力に興味を持ったらぜひ行動してください。でそれは誰に対してでもいいです、まあ、僕に対してでもいいですし、インタビューさせていただいた方にアプローチを取るのでもいいです。ただただアクションをしてください。でそういった方に見てもらうことで、今後国際協力っていうことを知ってもらい、国際協力の業界が何をやっているところなのか、どういうところに強い人たちが多いのかみたいなところを知っていただいて、より国際協力に興味を持っていただこうかなと思ってます。なんでね、僕は将来ですね、グローバル人材って今外資系コンサルティングとか総合商社とか、普通だったら海外と関わりそんなないんじゃないって思う人たちもグローバル人材って言われてるんですけど、僕は国際協力こそグローバル人材に近いんじゃないかなって思ってまして、そういったところまで国際協力を浸透させていこうかなって思ってますんで、ぜひ皆さん楽しみにしておいてもらえたらなって思ってますし、ぜひいろんなコンテンツ出していくんで、この YouTube チャンネルも含めてお楽しみにいただければなと思ってます。はい、ざっとお話しさせてもらったんですけれども、私がグローカルを立ち上げようと思ったきっかけから、どういうサービスなのかっていうところと誰に見てもらいたいのかみたいなところをお話しさせてもらいました。ちょっと次回はまたいろんなことをお話ししていこうかなと思ってますし、ぜひ僕に対しての質問とか国際協力に関しての質問っていうところがあれば、ぜひぜひコメントやメールでもいいんで投げてみてください。それに対してお答えしていこうかなって思ってます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。